谷口幸則は日本の実業家、レーサー、ゲームクリエイターにして、ユークスの創業者、広島県広島市出身。小学生の時、大流行したインベーダーゲームに始まり、ゲーム好きが高じて、高校時代はゲームソフト作りに熱中した。一年の時、広島のゲーム制作会社と契約し、2年時にアメリカの高校に編入して1989年に、 卒業すると、大阪府立大学工学部への入学と同時に、コンパイル、大阪開発室長に就任した。1993年、大学3年で24歳の時には、堺市のマンションでユークスを創業し、大学卒業までに約20本の作品を開発した。卒業後は、プレイステーションの立体表現を生かそうと、プロレスゲームを開発し、1995年に、 制作したプレイステーション用ゲームソフト新日本プロレスリングトーコンレッツデンはトミーから発売されてシリーズ化され累計販売100万本の大ヒットとなった初めて自社ブランドで制作した方針領域エルツバーユは国内では不発だったが海外から引き合いが多かったことで最初からアメリカをターゲットに制作した WWF スマックダウンは アメリカで200万本を超える大ヒットとなってシリーズ化され、これまでのシリーズ累計では3000万本を軽く超えているとみられる。日本ではエキサイティングプロレスと題して発売されシリーズ化された。この作品のモデルとなった全米最大のプロレス団体 WWF の日本普及にも力を入れ、テレビ放送や2002年には WWF の8年ぶりの日本工業を 横浜アリーナで実現させた。2001年、ナスダックジャパンに上場した。2005年には、経営不振に陥った、日本最大手のプロレスリング団体の新日本プロレスを、ホワイトナイトでアントニオ猪木から全株式の51.5%の株を購入し、子会社化してオーナーとなった。東京スポーツやプロレス雑誌のインタビューにもたびたび登場して、 同社の再建に向けた情熱を語っていたが、2012年1月には、武士ロードに全株式を売却し、プロレス工業から撤退している。モータースポーツにも力を入れ、全日本プロドリフト選手権に、熊、久保信茂を中心とする、チームユークスとして参戦し、PS に向け公式ゲームも発売している。また、自らもハンドルを握って、鈴鹿クラブマンレースで優勝し、 アルテッツァシリーズにステップアップした後、山田英二と組んで、スーパー耐久 ST32 日産、フェアレディ Z で参戦し、2005年シリーズチャンピオンを獲得した。2007年は森脇元康監督のもと、全日本スポーツカー耐久選手権に参戦し、優勝1回シリーズランキング2位を獲得した。2010年10月には、岡山国際サーキットで開かれた。 世界ツーリングカー選手権日本ラウンドにスポット参戦し1イベント2レース制で争われる WTCC の第1レースではプライベーターで競われるインディペンデントクラス最上位となりクラス優勝を飾った日本人が WTCC でクラス優勝したのはこれが史上初である2011年度は WTCC インディペンデントクラスにシボレークルーズで フル賛成を果たしている。ありがとうございます。